犬一郎は、日本の教育者、牧師、軍人。旧都佐藩士族、犬一郎兵衛や、第九代当主。板垣大輔の孫。日本福音、ルーテルアシア教会初代牧師。1908年1月13日、高知県観族士族、関西市の長男として、高知県都佐群塩江村412番屋敷に、生まれる。母は、長野県上目の地軍。 流里村八番地、高野直作の長女、八重野。父関西氏は、板垣大輔の次男にあたるが、関西を称したのは、大輔が、母親戦争の際、関西から板垣に復生したが、旧来の関西が亡くなるのを惜しみ聖子を、孔子のない文家の土佐藩氏犬井正哲の家徳を相続させる形で、残そうとしたためである。同様に大は、の六十一にも、親族の、 関元五郎、友も家を、絶景再興する形で、一時、感性を名乗らせている。1909年2月25日、母、八重野の実定の高野茂雄が、養蚕実験新説を表す。1919年1月12日、長子、犬井美代子の婚約者である牧師、川瀬徳太郎が、福岡県八幡市通り町を4丁目に伝道所を、開設。 1919年2月1日、上司、犬井美代子が、川瀬徳太郎と婚姻。1919年7月16日、祖父、板垣大輔が、東京府芝区芝公園第七号地八番の、屋敷にて皇居。1921年4月8日、高知県立第一中学校に入学。乗馬と柔道に秀で、平素より、武芸鍛錬を怠らず、 1926年3月1日、同校によって、配属将校の行う、教練の検定に合格。1926年3月16日、同校を卒業。後に、実地大臣、厚生大臣を務めた、塩見俊二は、同期生にあたる。1927年4月10日、東京、日本ルーテル進学専門学校へ入学。 三年先輩には、青山志郎らがいた。長兵検査校主合格。この時の計測身長は、183センチメートルであった。1928年12月、栃木県日光町に、板垣大介白尺省特会が設立され、名誉会長に、藤山武一栃木県知事、会長は、日光町長、評議員に、林王寺門関、日光東照宮宮寺、 二たら山の上社宮司、日光町条約、日光聖堂所長ら16名が名を連ねた。翌1929年が述べ、いとこの板垣忠志願が除幕を行い、宮寺茂明が家族代表者辞を行った。この時の祝辞は、浜口友好総理大臣代理をはじめ、板垣大輔門人代表として、東山光、つまた犬飼いたけし、原田洋里栃木県知事、 民生党支部長、生友会支部長、日光町長などで、四季五三内の休憩所において、直来が開かれた。銅像の大事は、徳川着流宗家、徳川家里が記号を行った。1932年3月18日、同校卒業。学生時代、母の実家である、長野県の高野家を訪ねる際、父の助言に基づき上田原の板垣信方の墓に、 参り、川中島の古戦場、武田氏ゆかりの旧跡をめぐって帰省。1932年4月10日、熊本九州学院へ副牧師兼英語教諭として、公職し、盲目の牧師、石松良蔵の改造役となり検診する。熊本県下のハンセン病患者の入院する病院を、疑問。1932年12月1日、不評価幹部候補生として、 高知朝倉不評第44連隊第9、中退へ入営。1933年2月1日、不評伊藤兵の階級に進む。同5月1日、不評上東兵の階級に進む。同8月1日、不評五条の階級に進む。同10月24日より26日まで、福井県下における特別大演習に参加。同10月26日、 昭和天皇より五菓子を五菓子荒らせられた。同11月30日、同連隊帯所九帯1933年12月1日予備役。1933年12月13日、兵庫県向軍聖堂村、足屋寺田24番地に、ルーテル足屋伝道場を開設し、初代牧師として宝九1936年7月31日、実家が、 高知県戸佐郡塩江村370番屋敷から、高知県高知市小高佐五番地へ転住。翌8月1日、地名変更に伴い、高知市桜馬場8番地と解消。1836年8月18日より21日間、高知不評第44連帯におて、勤務演習。片岡富子と婚姻。1937年。 高知において板垣開館竣工。4月6日の落成式には、東山光、板垣大輔長女、片岡氷志らが出席した。同6月、重慶、板垣忠志願に、長女のり子が誕生。1937年8月12日、品事変に再し招集令状を排除。足屋協会の牧師職を辞し、高知駅教。高知屋座宮の板垣山へ墓参りをし、 維持死報告を誓う。同12年8月17日、王将出生。同日、高知不評第44連隊、第6中隊に編入。1937年8月20日、田戸津港出発。1937年8月23日、川砂鎮敵前上陸。ラテン鎮攻略戦によって、右上腕部に重機関銃による貫通重装を受け。 一段衛生隊により収容される、上海野戦病院によって療養。1937年12月、板垣大介の孫、健一郎戦将の次第を、有志に聞く特集として、従軍記者より、取材あり、新聞に特集記事が組まれ連載4回、紙面を賑わせた。品事編上海戦線、ラテン沈降略船、よりみつひしち目で見る、と佐け民生によると、 高知不評第44連隊が品事変で戦った時の様子が描かれている。1937年7月7日、品事変が勃発すると、8月には、高知の和地高二に大佐率いる不評第44連隊が品先生に動員された。連隊長の和地高二に大佐は陸軍参謀本部出身で、この頃の陸軍は個々の連隊装備を取得するために、 連隊長の名を冠して部隊名を称したため、第44連隊は、町部隊として出征している。同部隊は、同年8月23日の創業、ラテンチン方面の様子港沿岸及び、ご小鎮付近によって、果敢な敵前上陸を観光し、中止の地に、第一歩を記した。それから27日間にわたり、攻防戦が繰り広げられたが、9月23日、 上海近郊のラテンチンの白壁の家付近で敵兵の激しい抵抗に遭い初めて立ち往生、戦死勝者を続出させる激戦となった。当時の新聞は、町部隊のイサム・モーカカンな戦火を上がって報じたが、現実にはかなり悲惨なものであったという。11月11日、敵が剣類を誇った南省を陥落、町部隊が一番乗りの主君を立て1938年3月。 外戦した。ワチ大佐は、ラテンチンにおいて長津部隊と共に、己ら部隊の数十倍に当たる敵兵という猛火艦戦ったがその作戦は、ワチ部隊は、要所要所に、少数の守備兵を配止大部隊を、見通しの効く高所に待機させ、敵軍が攻めてくるとその方向に兵を増援するという、戦法であった。長津部隊は逆に、要所要所に、 多数の守備兵を配置して気軍が攻めてきた箇所に応援を送るという戦略で、両部隊は先方こそ異なるが互いに協力して、ラテンチンを死守することができた。1938年2月10日、国会議事堂内に第2本帝国憲法発布50年を期して、祖父、板垣大輔の銅像が混流される。同年2月、健一郎は、上海の野戦病院から、 恩師のアメリカ人、GK ン夫人に書簡を送る。日米開戦前ではあったが、野戦病院なので返事は来ないだろうと諦めていたが、3月に返書が届く。アシア協会は、ケンイチロの出生後、大熊四郎と SO 東楽村が臨時措置として、所持を兼務したが、1938年3月に、日本ルーテル進学専門学校を卒業した後輩、 北森義蔵が同年4月より牧師となり、教会を引き継いだ。1939年6月5日、戦勝により、予備役後備役、免除の上、召集解除。1939年6月6日、第一国民兵役に編入された。1939年8月、東京市品川区大井壮、田町3263番地において、重慶。 板垣忠志願の長男太太郎が誕生。同9月1日、健一郎は大阪城東商業学校へ英語科教諭として奉職この時期の教え子に俳優の溝田茂がいる。1940年9月15日、直霊第580号により再び五朝となる。同10月17日、後期2600年奉祝全国。 キリスト教信徒大会が開催され、後に母校日本ルーテル進学専門学校の校長となる、三浦の子によって祝祷がなされ、尾崎道夫によって、本日、全国にあるキリスト信徒紹介し、ここに後期ある2600年を継縮するの機会を得たことを感謝する。我が国が彫刻のイニシより、発光一流の精神にのっとり、 神天に神天を重ね今日の流星をきたしましたことは、これ一重に天遊を保有したまう万世一系の天皇のおいつと尊厳無比の国体に基づくものであり、この世代に生を受けたことは感激に耐えない。日本のキリスト教が宣教をわずか70年にして今日の進歩を見るに至ったのは、信教の自由を保障したまいし、明治天皇の恩による、東亜における指導者として責任を 大きさを痛感し、この大使命を全うするために、人力の限りを尽くすのみならず、神に対する信仰を盛んならしめねばならぬと信じると、式辞が述べられた。1941年6月18日、全古主父、完成死,死亡により、同7月11日、家督相続。翌年1942年2月4日、東京市品川区大層。 田町百六十三番地において、おじ、板垣保太郎が死去し、さらに同年十一月二十六日、朝のスレート株式会社に勤務していたいとこ、板垣忠志願が、東京市品川区大分県おじ町百四十二番地において、死去した。九百四十三年四月、国策により、母校の日本ルーテル神学専門学校が、日本キリスト教団所属の、 日本東部人学校に統合される。1945年3月31日、適正言語として、英語授業の中止に伴い同行辞任を4な学される。1945年4月5日、天理第二中学校にドイツ語科教諭として任命される。1945年8月15日、玉音を廃止終戦。1945年11月30日、 同行辞任。1945年12月1日、天理語学専門学校英語科教授に任命される。賢くもご政団が下り、和平の道が開かれましたが、東京も大阪も一面が焦土と化し、人々は明日の我が身を憂い、悲しみの中で日本国民全体が自信を喪失しております。しかし、この困難の極地にあろうとも、固く信州の不滅を信じ、 完全決定立ち上がり、今時の国難を克服せねばなりません。そして、我が日本民族は、我々の立場を国際社会に伝え、その地位を向上させ、自主独立を果たし、新時代を築かねばなりません。そのためには、まず我々日本人は、英語力の向上に努めねばなりません。1946年5月26日、 奈良県山部郡丹波市町をあざそまのうち773番地において、長女、マリコ誕生。同8月31日、同行辞任。1946年9月5日、福岡県小倉占領軍一等通訳官に任命され、姉夫婦の住むルーテル八幡協会に今日移すが、GHQ の占領統治に疑念を感じ、1946年11月20日、 通訳辞任。私は連合国軍伝を通して、日本民族の立場を国際社会に伝えるために来たのだ。日本を占領統治し、日本民族を反永久的に奴隷化するための施策であるならば、断じてこれに協力することはできない。1947年6月30日、兵庫県立都洋家中学校へ英語科教諭として報酬。 1948年、靖国神社の50戦士兵に代わり、祖父、板垣大輔肖像の50戦士兵が発行される。1953年5月15日、同行退職。1953年5月16日、大阪府立与道川工業高等学校に、英語科教諭として報酬。1953年12月、祖父、 板垣大輔肖像の100円紙幣が発行される。1963年8月、伊勢神宮三景に最新三重県島市浜島町、浜島で艦隊を受け、その様子が中部日本放送、北から南からにおて、テレビジョン放送された。中部日本放送は NHK 以外の放送局として日本で初めて開局した民放第1号。当時は、 開局6年目で、未だカラー放送はされておらず、モノクローム映像方式として、配信1968年12月8日、東京、品川、明治維新100年、板垣大輔先生50回希望前祭に、大輔の孫として、来賓出席。2000年9月19日、大阪府豊中市の病院によって死去,去年93歳。母所大阪5月30園。 ありがとうございます。